千葉県立調子高等学校は、千葉県調子市南小川町にある県立高等学校。市内には、調子市立調子高等学校があることから、県、町という略称が一般的であるが、年配層になると、女学校、調子校女と呼ぶものも多い。県内でも数少ない県立の女子校としての長い伝統を誇り、 2006年4月入学生までは女子のみの募集であったが2007年4月入学生以降は男子の受け入れも開始され驚愕となった。女子校時代は望みは高く見沙は清く心も広くを、校訓としていたが驚愕化後現在の校訓に改められた。現在の県立長子高校は2つの学校を前進としている。県立工場を前進とする。 調子はじめ高と私立工場を前身とする調子に、こうである。調子はじめ高の前身にあたる、海上軍立調子実家高等女学校の、講師には、1901年に開校した、海上軍立調子工業補修学校という前史がある。海上軍立調子専色学校、海上軍立調子人間学校と改消を経た後の1911年、前年に行われた、 実家高等女学校の設置を可能とする高等女学校令の改正を受けて、義芸学校を廃校とし、在籍生徒の編入によって、調子実家高等女学校は創立された。市原専職学校から実家高等女学校に転換され、調子実家校女と同時開校となった市原軍立市原実家高等女学校と並んで、 千葉県で7校目の高等女学校にあたる。統合前の旧長子一校の校歌は、県立長子校女時代の1928年、昭和天皇の即位の礼を記念して制定されたもので、ある。作曲は、片山栄太郎。作詞は、当時校女で国語の教鞭をとっていた、松本正夫が言った。旧長子に校実家女学校時代の式典では、小学校の校歌を歌った後、 和歌に節をつけた効果が歌われていた。新生高校移行後には、職員作曲、作詞の効果が存在したという。統合後の1959年、寺本実る作詞、高木東六作曲の効果が制定され、女子校時代を通じて歌い継がれてきた。この効果は歌詞に、おみなこなどの女子校ならではのフレーズが盛り込まれたもので、あることから、2007年の教学カート、 加藤時子作詞、作曲による進行課が制定された。2016年度の在校生の居住地を自治体別に分類すると以下の通りである。主な出身中学別の在籍数では、長子中学校の46名を筆頭に、旭市立第2中学校の42名、長子市立第5中学校34名、東野省庁立東野省中学校十一名、 上栖市,市立羽崎第一中学校30名、旭市立伊岡中学校29名、長子市立第一中学校27名、旭市立海上中学校26名、長子市立第三中学校、上栖市立羽崎第三中学校、羽崎第四中学校が各21名、長子市立第七中学校が20名となっている。ありがとうございます。